スサビ様、初めてお目にかかります。長老様たちから命を受けて助けに参りました。私は未決と言います。さあ一緒に高天ヶ原へ帰りましょう。この少年とは絶対に気が合わないだろう。未決、今すぐここを離れろ。ちっぽけな自分の存在に気づけ。ごめんなさい、でもその命令には従いません。私は人間を守る稲荷の神です。彼らの望みも苦しみも共に背負います。もう少しだけ待って、力が戻ったら今までのようにみんなを守るから。眠れ、お前はもう十分やった。ダメ、人々は私を必要としている。まだ眠るわけにはいかない。優しさと温かみが与えるのは幸福ではない。私がもたらす優しさと温かみが必ず人々に幸福を与えます。少しずつ人々の心から絶望を取り除いてみせます。